第8回オンラインサロンにお入りいただきありがとうございます。こちらのサロンでは現地サポートメンバーも交えて約45分間留学のプロによるハワイの情報を皆様にお届けしています。ここでしか聞けない現地最新状況、スクール情報のほか、ハワイでの滞在を充実させるレストランやアクティビティなど、ガイドブックには載っていないハワイの魅力や楽しみ方をお伝えすることを目指して月2回お届けしています。今日もスペシャルゲスト、親子留学ママのマリエさんより、ハワイ留学の生体験談、留学情報では、学校だけじゃない、キッズに大人気の自然系プログラム、その他、マノアバレーでの休日の過ごし方、特別コンテンツで、そしてなんと、現地メンバーの調理実演による留学したてでもできるハワイ留学飯など、今回も盛りだくさんのコンテンツでお届けしたいと思います。前回から30分程度の第一部留学情報の後、現地メンバーも交えてハワイ何でも Q&A タイム、そしてハワイの裏事情も語れる座談会を20分間程度設けることになりましたので、そちらもぜひ参加をお願いします。コアな情報が出ることもあるので、メモのご用意をお願いいたします。また個別に質問がある場合は、Zoom のチャットに入れておいていただければ、後ほど可能な限り取り上げさせていただきたいと思っています。第1部はマイクのミュートをお願いします。おはようございます。現地サポートの村井です。よろしくお願いいたします。はい、村井さんお願いします。まずはいつもの通りハワイの最新状況をご案内します。ハワイでは2回目のワクチンの接種を終えた人が州全体の 59% を超えて、州の目標としてきた 60% を超える見込みが大きいことから、先日7月6日にイゲ州知事が米本土の2回目のワクチン接種を終えた渡航者に対して、ハワイ到着後の検査や自主隔離を撤廃すると発表しました。レストランは先月末の時点で 50% だった最大収容人数が 75% にアップ、急激な観光需要の戻りへの対応が急がれています。前回のサロンでハワイの状況にも触れましたが、ハワイが大変なことになってきてしまっています。はい、レンタカーが確保できない、レストランも長時間待ち、アクティビティも予約できない、未だかつてない状況が発生してしまっています。現在のハワイはアメリカ本土のハワイ好きのお客様が一気に押し寄せて、リベンジハワイとも呼べる状態で、長らく続いた渡航規制の影響で、レンタカーやレストラン、ツアー会社などの休業や撤退によって、急な観光客増加や増加への対応が間に合わないビジネスが多いんです。レンタカーは在庫が足りなくなって、マウイ島やハワイ島などでは空港からの移動ができないといった事態も起きてしまっているようです。ワイキキのレストランではまさにレストラン難民とも呼べる状態が続いていて、レンタカーの確保が難しい現在、ランチやディナーの時間帯、中心地のホテルエリアから徒歩圏内のレストランの予約が取りづらい状態が続いているようです。ハワイは世界的な観光地のため、日本人やオセアニア、東アジアの観光客を扱う事業者が多く、米本土を中心としたツーリストだけでは成り立たない小売観光ビジネスも多いのが現状で、マーケットの格差が生まれ始めています。ハワイに行きたい私たち日本人も、現地で何とかなると考えず、当面はツアーの予約や交通手段を早めに確保しておくなどしていきたいです。より詳しい状況は弊社までお気軽にお問い合わせいただけたらと思います。ではさて、ここで弊社を通してハワイで5月から親子留学中のマリエさんに、ハワイの現地の雰囲気、スクールの様子といった生の声を今日も皆さんにお届けしてもらいたいと思います。5歳の娘のゆいちゃんとワイキキのコンドミニアムに滞在し、ワイキキコミュニティセンターというスクールに通いながらリモートワークとハワイ生活を楽しまれています。マリエさん、お願いします。アロハー。アロハー。おはようございます。はじめましての方も、1ヶ月ぶりの方もこんにちは。5歳の娘とワイキキの方で親子留学をしているマリエと申します。よろしくお願いします。1ヶ月間の、ハワイでの状況をまた動画に簡単にまとめてみましたので、ご覧いただけたらと思います。お願いします。お願いします。
はい、こちらがですね、5月到着した当時の、ワイキキビーチの様子です。そしてこれが7月4日アメリカ独立記念日の際のワイキキビーチの様子を動画で撮影してきました。砂浜はですね、敷物が引けないぐらい、もうかなりの観光客でごった返していました。そして夜のカラカウア通りは路上パフォーマンスが復活しておりまして、遅い時間でもですね、ノーマスクで皆さん観光客がかなりたくさんにぎわっているような状況です。そして日夜ですね、スーパーマーケット巡りをしているんですけれども、先日ホールフーズに行ってきました。こちらは、自然食だったりオーガニック食料雑貨を多数扱っているところで、ここでしか買えない限定品もたくさんあっておすすめです。そして長期滞在の方は日用品を皆さん買われると思うんですけれども、ワイキキにあるダイソーに行ってきました。日本のダイソーとほぼもう品揃えが変わらないぐらい充実していて、日常で必要なものはすべてここで、安く揃えられると思います。私も早く行っておけばよかったなと後悔しています。ここは本当におすすめなのでぜひ。そして6月15日からワイキキトロリーも復活していまして、私はブルーラインに乗ってきました。ハナウマ湾やサンディービーチ、シーライフパークなんかを巡る、東海岸の絶景パノラマコースなんですけれども、この日も天候に恵まれてとってもいい風を感じることができました。はい、でですね、その後サンセットヨガですね、参加してきました。目の前で、沈みゆく夕日を見ながら、呼吸を整えながらやるヨガはとっても気持ちが良かったです。そしてついにですね、娘がフリースクールを卒業しました。なんともおらしげな笑顔を見ることができて、いや本当に来れて良かったなと思っています。はい、はい、ありがとうございます。はい、3ヶ月経って、卒業式を経験したんですね、ゆいちゃんね。はい、5月から3ヶ月行かれて、フリースクールは7月に卒業式というのがあるので、ちょうどタイミングがあって参加できるということになったんですよね。貴重な経験になったかと思いますが、はい、どうでしたか、ゆいちゃんの様子は。最初の1ヶ月はやっぱり言葉が通じないストレスだったりとか、その不安とか戸惑いで、正直学校に行きたくないという日もたくさんあったんですけれども、最後には友達とクラス全員の友達と仲良くなれて、もう友達と別れたくないとか、そこまで受けました。で、本人にとっても一つこうやりきったっていう成功体験が自信につながったんではないかなというふうに思っています。そうですか、よかったですね。本当最初ちょっとね、苦労している様子をお聞きしていたので本当によかったなと思います。では、はい、あとサンセットヨガに参加してくださったということで、うん、これ第2部でまた詳しく聞かせていただけたらと思います。はい、はい、マリエさんこの後にも登場してくださるんですが、お話また後ほどゆっくり聞かせてください。お願いします。ありがとうございます。はい、それでは次は留学情報に入ります。今回は語学学校プログラムとは一味違った過ごし方のご提案です。こちら知る人ぞ知る巻木地区の山の中にあって、今年40周年ハワイネイチャーセンターです。こちら写真全部うちの息子の写真なんですけれども、はい、ハワイ諸島の自然を守ることを使命とした自然保護グループが運営し、自然の大切さ、自然環境の仕組みとその役割を幅広く人々に伝えていくことを目的として運営される施設になります。ファーストエイド、救急法のトレーニングを受け、環境に詳しい指導スタッフがハワイの自然について楽しく指導してくれます。こちらのプログラム、特に子どもたちの教育に力を注いでおり、春、夏、秋、冬の学校の休暇には自然教育プログラムを開催しています。長期休暇だけではなくて、週末にはウィークエンドプログラムも開催しています。幼少期から自然の大切さを理解し、知識を深めていくことで将来的にハワイの自然を守ってもらえるようにというのが目指すところなんだそうです。ローカルキッズは遠足などで必ず体験するプログラムなんですが、ここではサマーキャンプの内容を見てみたいと思います。
対象年齢は6歳から11歳。キャンプのタイプは5日間プログラムと4日間プログラムがあります。時間は基本的に午前8時から3時まで、有料オプションで5時まで延長が可能です。費用は非会員で1週間に410ドルと YMCA キャンプとかよりも少しは安めになりますかね。はい、内容をもう少しよく見てみたいと思います。通常のサマーファンキャンプとはちょっと違うんですね。山の中で植物や虫を取って観察したり、川の魚、生き物について学んだり、ドロンコになって自然の中を駆け回るとか、虫に刺されたりとか、転んですりむいたりとか、小さな怪我をしながらも自然に溶け込むとか、自然環境と人間との関わりや地球にとっての自然の役割など、さまざまな体験を通して子どもたちが楽しみながら自然と知識を得ていくようなプログラム構成になっています。このプログラムで自然を通して学べるものとして、いくつかテーマを見ていきたいと思います。クライメートチェンジ、重要ですね。気候変動について。気温の上昇、海水上昇、天候の変化によってどういった影響があるのか。6歳から成人まで私たち一人一人が考える地球の明るい未来のための解決方法を考えます。今、私たちは日々気候変動を感じていますので、とても大事なことですね。はい、2つ目、ウェイファインディング、道順を見つける能力を身につけるということですね。太陽の位置、風の向き、通ってきた道、道しるべ。人間も動物もさまざまな自然のサインから自分の行きたい方向を見つけていく必要があります。地図の読み方を学び、宝探しゲームなどしながらウェイファインディングを身につけます。はい、3つ目、ハワイアナ。ということで、ハワイの文献を読もう。自然が素晴らしいオアフ島の歴史を学びつつ、実際に山に登って調査をして、持続可能な生態系や天然資源を学び、島の環境バランスを維持するために自分たちができることを考えます。はい、次はウェルネスウィーク、健康習慣ということで、自然の世界とつながることが心と体にどう大事なのか、実際にハイキングなどのアウトドアを通じて実感します。こちらのプログラム、夏には教育熱心なご家庭の子どもたちがアメリカ本土からもたくさん参加されるプログラムで知られているんですね。今、日本人は自然と戯れる機会が少なくなってしまって、虫が嫌いっていうのは留学検討の中でもよくお話が上がります。子どもの頃からこういった自然を味わうチャンスがあればいいですね。教育熱心なママ絶賛の自然派プログラムなので、ぜひ小学生のお友達がいらっしゃいましたら教えてあげてください。はい、それでは次なんですが、留学ライフのトピックに行きます。はい、こちらのコーナーでは毎回留学中の生活にフォーカスを当てて、より生活が充実する情報を発信しています。ハワイ人の皆さんは行かれたことがあるかもしれませんが、今回は豊かな自然に囲まれた閑静な住宅街で、最近注目を集めるマノアの街を留学中のマノアな週末と題して、その魅力をご紹介します。もちろん観光でも役立つ情報になります。これまでここまでマノアを掘り下げる企画はなかったかもしれません。今回は自然、タウン、そして日本語で非日常感での癒しを意味するリトリートの3つのテーマでご案内します。まずは自然からお話しします。ハワイ語で豊かな、広大なを意味するマノアという言葉の通り、とても豊かな自然があふれるこの町、虹の町マノアと呼ばれるほど小雨が多いこのエリアは、かつて古代ハワイアンの主食であったタロイモの栽培に適した土地でした。熱帯雨林の緑が気持ちいいマノアの滝のトレッキングには人気スポットで、隣のライアン植物園は開けた都市部にはない色合いの植物に出会うことができます。その美しい緑色はエイジさんもよく撮影に行くそうで、写真が好きな人には非常に楽しいエリアだそうです。また渓谷 の谷間にあるマノアは、公園のプールや小学校があって、とても大きなマノアパークを中心にした街づくりをしていて、充実の遊具やプレイグラウンドはもちろんなんですが、ここには村井さんが週末に子どもたちと来る秘密のザリガニスポットがあります。
万博キッズと一緒の親子留学ママは特にピクニックがてら遊びに行くのがすごくおすすめなんですね。こちら弊社でお申し込みのお客様にだけザリガニの穴場スポットを特別にご案内いたします。はい、続いてタウンに行きます。閑静なベッドタウンながら隠れた見どころが多いのもマノアの特徴です。前回サロンで扱ったオフザフックや緑のスタバの他にもシューマイや小籠包などのヤムチャアイテムが美味しい穴場をはじめとして小さなショップがたくさんあります。大きめのシューマイを片手に地元の生活感を感じるこじんまりとしたファーマーズマーケットでお値打ちで珍しい野菜や果物を探していただくのもマナースタイルかもしれません。マナーの中心地には他にもロイヤルハワイアンホテルのレストラン総料理長を務めた有名シェフジョン・松原氏がコロナ直前に始めたプレートランチやフィーストがあります。ローカルもついうなってしまうワンランク上のグルメなプレートランチをかわいいショップの中で楽しめるんです。肉汁あふれるジョニーズフライドチキンやプリプリの歯応えがたまらないロブスターサンドイッチなどの人気メニューのほか、最高の食材を求めるシェフによる日替わりメニューも豊富なんですね。プレートランチはその日の気分で Today's Special を選んでみてもいいと思います。日本のメディアがまだあまり取り上げていない現在、穴場的なショップです。はい、そのショップの通りの向かい側にはモーニンググラスコーヒーと呼ばれるマノアッコに大人気のカフェもあり、素朴な店内では厳選された世界中のコーヒーをドリップやフレンチプレスなど希望の入れ方で1杯ずつ丁寧に作られるコーヒーと一緒に、エイジさんおすすめのブレックファストラップやほうれん草のキッシュなどを楽しむことができます。すぐ近くには小さなショップで買えるかわいいトリュフチョコレートが、ロコに人気のチョコレアがあります。上品な味わいのチョコレートをマノアで丁寧に作っています。センスあるハワイのお土産としてハワイ通にも喜ばれると思います。はい、都会の喧騒から逃れ緑に包まれる時間が過ごせるマノアは、マナ、日本語で木がいい町として知られ、リトリートにもってこいなんです。緑や鳥のさえずりを楽しみつつ、紅茶やカフェメニューでのんびりできるのが1922年創業のワイオリキッチン。歴史を感じる建物と自然の中でゆったりと紅茶を楽しむ時間はまさに癒しの時間になります。マノア散策の際、ぜひ立ち寄ってみてください。またすぐ近くにマノアヘリテージセンターがあるんですが、こちらでは歴史と文化を学ぶことができ、ハワイ固有種のオヒアレフアの木が見られるガーデンツアーもおすすめです。ハワイ神話で登場する自然の恵みの神ロノに感謝するために作られたクカオーヘイアウがあり、吹き抜けるトレードウィンドとマノアの木、恵みへの感謝を感じることができます。2017年から始まったこのツアーでは、ハワイとマナーの歴史や文化にも触れることができ、留学中にぜひ訪れて癒されてみてほしいと思う、そんな素敵な場所です。虹に出会えることが多いマノア、留学や滞在中にはぜひマノアで豊かな週末を過ごしてみてはいかがでしょうか。はい、それでは続きまして大人気の特別コーナーです。はい、毎回ハワイに関する特定のトピックを深掘りしてご紹介しています。今回は特別企画、ハワイで作ってみたい留学飯と題して、ハワイのコンドミニアムにある調理器具やスーパーで手に入る人気食材を使った一品を現地の村井シェフが特別に作ってくれます。ハワイで留学する際、最初の頃は調理用品があまり揃ってなかったりしますので、簡単に手に入る食材でのシンプルなお料理ありがたいですよね。どんなお料理になるか楽しみです。はい、さて今回は村井シェフの料理を、あと特別にグルメな留学中の女子皆さんに実食してもらいます。そしてここでしか聞けない留学女子による本音のハワイ留学トークまでお届けしたいと思います。
親子留学中のマリエママさんとともに、ハワイで留学中のみゆきさん、ウッチーさん、みなみさんの4名の留学女子の協力のもと、実食や留学女子トークでハワイでの生活の魅力や留学を楽しむコツ、留学生の本音もお伝えします。今回は今流行りのフードリアクションというのに私も挑戦してみたいと思ってます。皆様メモをご用意していただくといいと思います。はい、こちら最新のビルが立ち並ぶカカアコエリアの新しいコンドミニアムですね。こういったエリアでの長期留学は利便性や環境を含めて理想の留学環境になります。今回はハワイの風を感じる素敵なレクエリアで、皆さんに留学飯のレシピと調理方法、実食、さらに留学女子トークによるハワイの魅力をお届けします。こんにちは、イーマミーハワイの村井です。いつもイーマミーサロンをご覧いただきましてありがとうございます。本日はですね、こちらの食材を使った、スパムチャーハンですね、作ってみたいと思います。一人暮らしでも簡単にできるハワイに関連する料理ということで頑張ってみたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、材料ですね、こちらカフクコーン、忘れてしまったということで入っていません。ニンニク、バターも入っていないんですが、スパムから入ります。はい、お料理はよくされるそうで、結構手慣れているんですよね。玉ねぎ、マウイオニオンですね。はい、甘みが特徴のマウイオニオンです。ハワイに行ったら買ってみてください。でこちらに大きなコーンが映ってますね。これカフクコーン、はい、これもスーパーで買えるんですよね、これもね。はい、こちらアスパラですね。これは茹でてないって言ってましたね。茹でずに生のままで大丈夫だそうです。はい、炒めに入りました。何か探しています。何でしょうか。見つかりましたでしょうか。はい、手慣れた鍋振りで、すごいですね、かっこいいです。ミキさん笑ってる。お似合いですよね。もうなんか鉢巻きしてくださいって、鉢巻きしてくださいってとっても勧めたんですけど、はい、出来上がりです。お花がハワイらしくてとても素敵にできました。美味しそうです。私がいただきたかったんですけども、食べられないので、ハワイの留学女子の皆さんに託したいと思います。村井シェフがですね、スパムチャーハンを作ってくださったので、皆さんでいただきたいと思います。いただきましょう。いただきます。美味しすぎて、スパムのハワイ感が出ますね。うん、スパムっていいですか、すぐ使える。本当だ。 ABC マートとかでもどこでも手に入りますよね。うん、マシーってね、結構ドンキとかセールとかもやってて、うん、何個でいくらとか。うん、実際私が一番来て短い2ヶ月目なんですけども、皆さんどれぐらいいらっしゃるんですか。なんか3年半。3年半です。私が2年。2年。私4年です。4年。ね、すごい長くハワイに、ね、滞在されてて、実際どうですか。私はまだ2ヶ月なんですけど、嫌なところが一つもないっていうのが正直なところなんですけど、長くいると実際どうですか。嫌なところはない。嫌なところはない。なんかやっぱり嫌って思うことはない。できればちょっと痛いって思えるぐらいやっぱりいい場所。英語の勉強だけ考えていくと、日本人が多いし、日本語話せる場面が多いので、なかなかその英語を
使うっていう場所を自分で見つけていかないと難しいっていうのが、留学という目線で考えると、ちょっと思い出すんですけど、ミキさんとは語学学校で最初、唯一休み時間も英語で話しかけてくれたのが見えて、そう、意識してね、やっぱりついつい日本語喋っちゃうから、とにかくこの学校いる間とか外にいる時もいっぱい喋ろうって言ってくれて、なんかあれですよね、留学あるあるで、日本人は日本人同士で集まって、結局その留学したけど英語があんまり身につかずにっていう、ね、そう、そういうの聞いてたから意識して、日本人でいる友達の中でも英語を使おうって意識してる、そういうの決めれば、なんかうまく利用すれば、なんかその疲れた時とかね、やっぱり日本語で喋ることがすごい大事なのかな、悩みに相談したいし、ここでは英語使う、ここでは使わないみたいなのを分ければ、メリハリが大事ですよね、なんかそれができるのはハワイで、確かに、皆さんお休みの日はどうやってどう過ごしてるんですか？私とにかくこんな感じなので海に行ったり、ハイキング行ったりするの大好きなので、ハワイは山もあるし海もあるし、そうですよね、いっぱい楽しい自然がね、いっぱいで、私も最近海行ってますね、サーフィンとかは？いや、しないんですけど、とりあえず行って、ね、なんかボディーボード本当はやりたいんですけど、ちょっとこうやっぱ波が怖くて、一応なんかトライみたいな、でもできないみたいな繰り返してる、この前一緒に可燃性のサンドバーで発行して、ね、すごい良かったよ、とても綺麗な海で、スタンダップスタンダップパドルをお休み何食べてますか？私は最近料理頑張ってて、すごい素敵、なんか土曜日にファーマーズマーケットって言って、やっぱりスムージー作ったりして、それこそなんか可愛いとか作ってみたりしてますね。可愛いっぽい食材っていうとどういうものになるんですか？本当になんかスパムを使った簡単な野菜炒めとか、あとはガーリックシュリンプ、なんかこうボトルになって、オイルで、ね、あれ美味しいですよね、美味しい、あれを作ったりとか、本当に新鮮野菜のスムージーとか、本当に食材手抜きでも難しくないんで、私この間 KCC ファーム、土曜日にやってるっていう、現地のこう採れたてのお野菜とか、そうです、母校、KCC を卒業したので、皆さん同じ学校なんですよね、あそこすごい賑わってましたね、再会して本当に嬉しいし、今いっぱい楽しんで、ファーマーズで買うといいこと聞きました。なんかお土産で買っておすすめのものとかあります？ブラウンシュガーハワイ、ブラウンシュガーハワイ、ブラウンシュガーハワイ、どこで買えるんですか？ですね、そこのお店店舗はないんですけど、私の OPT 先でも販売してます。カエルはビジネス、ミューズカエルは本当ですか？本当に美味しい、試して、チョコレートとナッツぐらいしか今浮かんでなくて、お土産で、定番モデルの、そうそう、モデルクッキー、それ以外何がいるか、やっぱファーマーズマーケットとか行くといろいろありますね、ハチミツとか、そうですね、ハチミツもすごい有名みたいな、なんかパッケージが可愛い、フレグランとかボディクリームとか、あ、マリエ、マリエ、めっちゃ可愛い、ロイヤルハワイアンでアメニティで使ってるっていう、そう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 、ありますよね、ハワイが感じられます、日本で書いてるのね、何買おうかなと思って、あとなんか最近ハマってるというか好きなファーマーズマーケット出してるんですけど、キャンドル屋さん、でなんかワックスバーみたいな、匂いなんかクローゼットとかにかけていい匂いがするやつなんですけど、アロマキャンドルみたいな、そうです、香りがする、あとバーとあとオイルとかも出してるお店があって、すごいいいですね、なんか貝殻のネックレス、素敵ですね、急に買っていきたいと思ってるんですよ、ただいっぱいあるからどこがいいのかなって、ライズハワイがすごいおすすめ、ライズハワイですか、なんかダイバー兼ジュエリーアーティストの人で、自分で海に潜って
って見つけてきたシーグラスとか、すごい、貝とか、あのそれこそサンライズショップ自分で作って、すごい、すごい素敵です。え、じゃあ一点物というか、一点物なんです。全部やっぱ色も違うし形も違うんですけど、でもその方が自分で撮ってきて作って、すごい。ハワイ留学をおすすめする理由って何かありますか？私は今語学学校の後にコミュニティカレッジに今から大学に行くんですけど、ここでハワイ語を勉強したり、ハワイの文化とか歴史の勉強もできたので、アメリカだけどハワイっていう場所のことも学べるのがすごく良かったなって思うし、今も楽しいな。見ながら、はい、英語もできるし、いろんなこと。どうですか？ハワイの人、本当にさっきもウッチーが、ね、言ってたんですけど、本当に優しくて、私たちみたいな第二言語が英語の人たちにも本当に優しく接してくれるので、うん、そういった意味でもとても過ごしやすい場所だなって思います。どうですか？フリータイムの過ごし方ってすごい重要じゃないですか？そうですね。ハワイって外に出たらなんかいろんなアクティビティがあるんですよ。例えばハイキングとか、まあ、海とか泳げるし、こうやって本来のプールがついてたりとか、そういった意味でこういう環境があるから私が4年間も勉強を続けてこれたんだなって思ってて、そういう点でなんかフリータイムの充実とかはすごくおすすめで、体験してほしいです。確かにそうですよね。山もあるし海もあるし、そのお勉強以外の時間をすごい充実して過ごせるっていう、あとお買い物もね、いろんなところでサーマーでサーマーでできるし、天気もいいですね。そう、気候も過ごしやすいし、ね、私も結構マリンスポーツから山でビキでサイクリングやったりとか、1時間サイクリングしてたりとか、子供が学校行ってる間も一人で結構楽しく過ごせたので、すごく充実した時間でした。心も体も、そう、本当に癒されるし、癒されますよね。いいことしか何も、帰りたくない。ずっとここにいて。ハワイで あのプールサイドの時間っていうのは本当に結構日本ではすごく特別なんですが、ハワイにいると日常 のすごく素敵な時間、日常の時間になると思います。とても楽しい時間ありがとうございました。皆さんちょっと笑顔で見てくださって、私も嬉しく拝見していました。ハワイには嫌なところが一つもないって皆さん満場一致されていました、ね、はい、そんなところですね、ハワイね。皆さんありがとうございます。そして音声が結構聞き取りにくいところがあったんですけれども、エイジさんがドットの調整をしてくださっていて、字幕もつけてくださっていたので、もしわからないところあったら聞いていただけたらと思います。ぜひご興味ある時 あるところは後ほど聞いてください。はい、それではこの後第2部座談会でさらに、この辺もお話できたらと思います。ご質問ある方ぜひこのまま残ってくださいませ。お忙しい方、残られない方は、ここでご自由に退席してください。以上をもちまして第8回オンラインサロンを終了いたします。次回は9月4日を予定しております。また盛りだくさんの情報でお伝えします。ご退席される皆様ありがとうございました。コロナが大変ですが、どうかお気をつけて素敵な週末を過ごしてください。はい、ご退席される方大丈夫でしょうか？ありがとうございます。それでは第2部に移らせていただきます。第2部は自由にハワイや生活などお花、ハワイ語で家や仲間を意味するカジュアルな雰囲気で行っていますが、Q&A の前に取り上げたいのが先ほどのサンセットヨガなんですね。ちょっともうちょっとご紹介したいと思います。パークサンセットヨガですね。はい、こちらのヨガですが、マオ先生はヨガインストラクターなんですね。でヨガの先生を教える資格をお持ちの方ということです。マリエさん、先日サンセットヨガに参加してくださったんですよね。日本との違いについて聞かせていただけたらと思います。は
はい、私も先日参加させていただきました。日本との違いはやはりですね、圧倒的に環境が素晴らしいというところと、あと目の前でゆっくりとこう沈んでいく夕日を見ながらゆったりとした呼吸でヨガをするというのは本当に気持ちがいいということですね。で、休憩時間を入れて約60分なんですけれども、旅の疲れが一気に吹き飛ぶような感覚と、あとはその終わった後体が格段に軽くなるのを感じて、ぜひ本当に気持ちがいいので行かれた際には参加されることをお勧めします。はい、ありがとうございます。やっぱり沈む夕日を見ながらというのが格別ですよね。はいはい、ちょっとシャイな真央先生よりご挨拶いただきましたので、映像をお願いします。皆さんアロハ、ヨガインストラクターの真央です。今は公園でサンセットヨガを教えたり、シニアヨガやあと海で行うサップヨガも教えています。皆様この機会にぜひ一度試してみてください。はい、ありがとうございます。ヨガ経験者のマリエさんがおっしゃるように、あまりハードなポーズでなくって、バスタオル、大きなバスタオルを引くっていうところもすごく親しみやすい感じだなって私も思ったんですが、ハワイの海と空、大地と一体になれるっていうヨガです。ハワイでも気軽に入れますので、福山さんも10月行かれた時にぜひ行ってみたらいいと思います。やってみてください。はい、またぜひ聞いてくださいね。ということで、ヨガのご紹介でした。で、こちらからは皆さん先ほどのお料理女子トークについてもマリエさんにもご質問があると思うので、ぜひご自由にお願いしたいと思います。質問聞きたいことある方ぜひお願いします。ミキさん、お待ちかねの時間でよろしくお願いします。はい、どうでしたか、村井さんの。はい。じゃあ、お先にどうぞ。美恵子さん。すみません、ずっとミュートで入ってま、ビデオなしで入ってましたけども、朝ヨガっていうのもあるんですよね。モーニングヨガっていうのもあって、私はそれに朝の6時集合で入ったことがあるんですけども、それはダンサーの外国アメリカンだったかな、がハワイ人の、ハワイ人というかアメリカ人というかな、西洋系の顔したな、そういうその人がハワイでダンスをやってる、バレエとかのミュージカルとかやってる、その人が教えてくれたんですけども、朝もいいですよ、朝のヨガっていうのも、うん、朝日を浴びると人間の運気も上がるっていうんですか。それもそうです、ね、で先生はなさんないんですか、朝は。朝ヨガもあるんですけれども、まあ、正直留学、日本からの観光客の方とか、留学生で、来られてる方で、を対象にしますと、やっぱりなかなか朝っていうのは時間が取れず、例えば学校に行く、あるいは観光ツアーに行くとなると、やはり朝の6時、まあ、いろいろね、着替えたりお化粧とかいろいろあるので、なかなか朝の方は集まらないということで、で、まあ、今考えられてるのは夕方 の海が沈むところで、海風になびかせながらやるのがいい。そしてそれが、そうですか、うん、で、こちらの方が募集というかですね、たくさん参加される方が多いので、午後 そのサンセットヨガというのをやってるそうなんですけども、確かに朝のヨガやる方も多いんですけども、まあ、単なる参加者がなかなか難しいということで、朝はやってないだけで、希望者が何人かいらしたら全然やりますということです。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、はい、ミキさんどうぞ。はい、ヨガ関連で、マリエさんはヨガマットとか現地で調達したんですか？とか、あとレッスンフィーってどれぐらいかかるんですか？はい、ヨガマットは、いろんなところで売ってはいるんですけれども、まあ、多分5ドルぐらいとかで販売をしてるんですけれども、今回参加させていただいたヨガは、特にヨガマットは必要なくて、バスタオルだけ、ビーチタオルだけ敷いてやるというような形だったので、今回は特に私はマットは持参してないですね。はい、で、費用に関しては村井さんどんな感じなんでしょうかね。そうですね、まあ
人なんて言いますかね、何人か集まって、例えば3名4名5名ぐらい集まっていただければ費用は下がっていくんですけども、まあ、大体1時間あたりそうですね、25ドルぐらいを考えているというふうにおっしゃっておりました。ただこれがね、グループになればそれだけ、少し、割引の方ディスカウントの方ですかというのはしていただけるという話ですが、基本は大体1時間25ドルぐらいというところでしょうかね。はい、ありがとうございます。あ、でもう一つこの先生まあ、例えば若い人な若い人、シニアの方なシニアの方、まあ、健康増進を目的とされる方にはね、もう週2回でも3回でも、そういった毎日行ってもいいぐらいの、まあ、体の負担のない、それぞれの健康年齢に合わせたものを取り組んでいくと、取り込んで、やっていくというふうにも言っておりましたので、もういろいろプログラム、少しニーズが集まればね、自由にやっていただけるというところでございます。じゃあ行った時に村井さんがアレンジメントをして予約とか取ってくださったりとかお願いできる、はい、そうですね、もちろん今見まなみるりさんのところで最初からも行っても構いませんし、私の方に、はい、行っていただいても全く構いません。わかりました、ありがとうございます。はい、はい、あ、門田さんだけでいらっしゃいます。はい、門田さんミュートお願いします。ミュート解除でお願いします。もう一つヨガやる前にですね、そのスタジオでちょっと準備運動なんかもしてくれたと思うんですわ。その私が入ったその朝ヨガはね、なんかどうでしょうか、先生なさりますか、スタジオもういきなりビーチですか。そうですね、ビーチに、集合してでそこで、まあ、だんだんもう、準備運動のような本当に軽い、まあ、実は私も体験させていただいたことあるんですけども、本当に軽い準備運動から始まって、まあ、私はちょっとシニア流のプログラムの方をちょっと参加させてもらったんですけども、まあ、全然、自分の体に負荷はなく、非常に、まあ、楽なポーズから、とにかくもう気持ちいいという方なプログラムでしたので、全く準備運動とかする必要なく、もう最初始まったからもう準備運動が始まるというふうに考えていただければいいプログラムかなというふうに思います。あ、そうですか。はい。はい。はい、ヨガ、皆さん、ご興味持ってありがとうございます。お料理どうですか、お料理。村井さんのお料理。ハワイに、ハワイに皆さん行かれた時に実演を送ってくださったらいいのになと思って。ねえ。ハワイに行った時にぜひ作って、小山さんも美紀さんももう予定決められてる方はね、ぜひね、材料買って作って撮っていただいて見せてください。はい、質問ないですか、村井さんに。あ、はい、すいません、私ばっかりで。村井さん、スパムはどこで買ってるんですか、いつも。ですね、まあたまたあれを買ったのはセーフウェイというところなんですけど、はい、実はロングスってことですか、ロングスとか、はい、ああいったところは結構割引をしてる時が多いので、まあ、安さを求めるんであれば、ちょっといろいろね、不幸がありますんで、タイムスとかも結構安いんですけども、いろいろ、はい、でもまあ安いってまあ50セントとか30セントぐらい1缶につきの違いなので、もうまあ、そこらのね、例えば ABC にも売ってますから、そこで買ってしまってもそんなにあれですけど、うん、例えば数多く買うんであればちょっと足を伸ばして買うみたいな感じはいいかも。たまたま私がセーフウェイで買ったのは玉ねぎとか、そういった他のじゃがいもとかですね、そういったものも買う必要があったんで、そこにいただければと思います。一番安いのはロングスという話を聞いたことあります。そうです、はい、安くなった時はですね、はい、日本だとだいたい400-500円、多分コストコとかでも400円ぐらい、カルディとか、うん、するので、絶対ハワイで私もまとめて買っちゃうんですけど、そうですね、はい、すごい美味しそうでした。まあ、味が出るからいいですよね。そうですね。ね、塩がね、効いてるからいいですよね。そうですね。はい、
すごい。女子トークはどうでしたか？なんか可愛い、可愛いというか、すごく私も新鮮な思いで、20代、30代ということで、結構ね、子供たち世代に近くなっていく感じで、可愛いと思って見ていました。うん、はい、ちょっともう時間も結構良くなってきてしまいましたので、ここで私、じゃあ、もし皆さん、もういいですか？大丈夫ですか？もし、あ、はい。由美子さん、はい、すいません、先ほどすごくレストランとか人が多くて溢れてるような映像あったんですけれども、もう予約も今はできないような状態なんですか？予約していくってこともできないぐらい混んでるんですか？はい、浦井さんですか？そうです、ほとんどのお店が、予約、1ヶ月先まで埋まってるという感じで、アメリカ人の、まあ、要するにアメリカ本土から来てるお客さんが、非常に多いの で、こういったコロナの関係で結構お店を閉めたレストランもありますので、まあ、レストラン自体が前に比べて減っているところにいきなり人数が来たもんですから、なかなかレストランがもう対応できない。また今まで 100% だったのが、人員が 25% で 50% で、ちょうどようやくこの前、75% になってね、だんだんその例えば100人いたら75人までしか入れないとか、その前までは50人だった、そういったキャパも少ないんで非常に混んでしまっているのもあるんですけども、まあ、それでもあまりにも急にアメリカ本土からバーッと一斉に観光客の方が入りましたので、なかなか予約は難しい、ということでちょっとみんな頭痛めているというのが現状で、今でも結構並んでますね。あ、そうですか、はい、ありがとうございます。はい、でもそのうちありがとうぜひ来てください。はい、そうですね、予防接種も2回目終わりそうなので今週しい、もういつでも、はい、ハワイはそれ2回やってればもうウェルカムでいつまでただね、まあ、本日のちょっとこう新しい、まあ、最新のニュースでね、まあ、ちょっとびっくりしたんですけど、ちょっとハワイも増えておりまして、多分デルタ株ではないかなということで、まあ、東京もすごく増えてるみたいですけども、まあ、ハワイもちょっと今までもう2桁に行くことはまずなかったんですが、ここのところちょっと2桁になって、今日はなんかあまりちょっとここで言いたくないんですけども、ちょっと600人ぐらいになったという、うん、発表が出ましたので、ちょっと、ハワイの方も気をつけなきゃいけないなと、うん、まあ、だからちょっともしかしたら今だいぶもう開いちゃって、ティア5というねところなんですけど、もしかしたら少し、ティア4に締め直すではないかという話が出てますけども、まあ、いずれにしましても感染対策はしっかりしてますし、急なねこれだけ人間が入ってくればですね、抜け道があり、なかなかデルタが増えてるようなので、こう増えてきたんではないかと言われてますけども、まあ、皆様が来られる時にはまたしっかりと治ってるんじゃないかなと思います。私ワクチン打ってないんですけども、10月に伺うんですけども、大丈夫ですか？ワクチンを打つ自体がちょっと怖いもんですから、やっぱり打った方がよろしいですか？それはですね、まあ、個人の判断ですので、ぜひ打った方がいいですよとは言えないんですけれども、もしワクチンを打たれなかった、まあ、もしワクチンを2回打って2週間経っていれば、ハワイに行った場合、うん、もう隔離というのはなく、もうその日から観光でもどこでも行けます。でもしその2回ワクチンを、まあ、打ちたくないという方は、PCR 検査というものを、うん、72時間の、それを持って陰性証明を持っていけば、隔離なしでハワイの方は今のところ大丈夫ですね。今のところ。はい、そうですね。じゃあどうなるかわからないんですね、まだ。その増強自体で。まあ、ここも、もうここから、今からロックダウンとかそういったものをするということはもうしないというふうに、州政府のは言っておりますので。まあ、おそらくもうはっきり言ってハワイは 60% の方が、ワクチン完了してるんですね、うん、なので非常に進んでますんで、それほど爆発的にこれが増えるってことはあまり考えにくいんですけれども、ただ、まあ、ワクチンがもしもあれでなければ打った方がまあ楽かな、ハワイとか、まあ、アメリカの場合は、推奨されてますので楽かなとはありますけども、まあ、ただこればっかりはですね、ご本人と、まあ、あれますね。ちなみに私の母はもうしっかり受けてます。わかりました。検討いたします。いや、まあ、これは本当に気持ちになる。はい。ありがとうございました。はい。あ、じ
大丈夫です。はい、ありがとうございます。それではちょっと時間も過ぎてしまってるんですが、最後に一つだけ、マリエさんがね、ぜひ3ヶ月の、留学を終えられるところなので、3ヶ月の変化っていうのを聞きたいんですね。マリエさんにあった変化と、ゆいちゃんにあった変化っていうのをちょっとお聞かせいただいて、ぜひ親子留学のまとめを聞かせてください。簡単でいいですので、マリエさんお願いします。はい、3ヶ月間の総括。マリエさんの変化と、ゆいちゃんの変化。はい、娘の変化は先ほどお伝えしたように、最初戸惑いから始まって、徐々に環境に慣れていき、最後は、豊かな自然、まあ、海が近くにあったりとか、山で遊べたりとか、そういった自然の中で遊べることを、とても楽しんでいました。あとはこの環境自体が子どもにすごく合ってたんだなというふうにも思いました。で私の変化としては、まあ、特にその東京がとてもこう、コロナの影響もあってその行き場所が限られたりとかいろんな制限の中で息苦しさを感じていたというのもあったんですね。でそこからハワイに来て一気にその開放的な空気でまさかこう今がコロナ禍なのかっていうのを疑うぐらい の空気感で3ヶ月、まあ、マスクを時にしてましたけれどもほぼそのコロナっていうストレスを忘れた状態で過ごせたのはとても良かったですし先ほどの映像でもお伝えしたように嫌なことが本当に一つもなかった。はい、もういいことしかなかったです。町の人は親切だしすごく便利だし村井さんにもエイジさんにも現地でとってもよくしていただいたことにも本当に感謝していますしぜひいろんなことが許すんであれば皆さんにもぜひ行ってほしいなというふうに思います。マリエさんの変化は？私の変化は全部リモートで仕事してたんですけど意外と全てどこにいても仕事はできるんだなっていうのは結構大きな発見でした。あとはその自然の中に身を置くことによってなんかいろんなことがちょっとどうでもよくなったというかその東京で患っていた小さいことというかいらないものといるものがすごくこう選別されたりとかはい、とてもこう綺麗になりました。なるほど、綺麗になったんですね。はい、ありがとうございます。それではお時間伸びてしまいましてすいませんでした。皆さん今日もありがとうございました。コロナで大変な状況ですけれども本当お体大切にして楽しい夏休みでも、ね、大変だと思うんですけれども皆さん楽しい週末を過ごしください。ありがとうございました。では、はい、失礼いたします。皆さんご大事ください。ありがとうございました。はい。